ではですね、次に2番目のケースとして、今度は動物の高齢化ということについて考えていこうと思います。皆さんお暮らしの動物はいつか必ず年を取りますね。ですけれども、この動物の年齢について面白い話があります。過去30年を振り返ってみますと、30年前、犬の寿命は 7.5 歳でした。そして2020年の発表によりますと、平均寿命が 14.3 歳、なんとほぼ2倍になっています。猫の寿命は90年に平均が 5.1 歳でした。全然違いますね、今の感覚と。今はですね、平均で 14.5 ですから、10歳ぐらい伸びた計算になっています。これなんで寿命が伸びたんでしょうか。いくつか理由があります。一つはですね、良質なフードが普及したことです。そうですね、昔は犬も猫も人間のご飯の残りにお味噌汁かけて、骨付きのなんかお肉食べた時の残りとか、そういうのをあげてたんですね。それが割と30年ぐらい前まではそうだったということなんですね。でそれから、飼い方に関して、いろいろインターネットですとか専門の雑誌、そういったものができてきたので、飼い主さんの知識レベルが飛躍的に上がりました。でこういうことによってですね、動物っていうのはものすごく寿命が伸びてしまって、で伸びたことによってですね、かつてはなかった問題がいろいろ出てきています。それが、多くは介護の問題、シニアの動物との暮らし方というのはですね、過去においてはそういう問題がなかった時代もあるんですよね。で今必ず例えばリードにつなぐとか、猫さんの場合は完全にお家の中で暮らすとかということで、交通事故なんか事故もないですから、皆さんすくすくとですね、年を重ねていくわけなんですね。でこの年を取るということについてちょっと考えてみましょう。人間の場合は、私もそうなんですけれども、昔はこんなこと簡単にできたのに今はできないっていうことありませんか。皆さん年齢なりにすることがあるんじゃないかなと思います。でその時にね、うちの父なんかよく言ってました。耳が遠くてね、で話す声がでっかいんですよ。でみんなもこうやって弾くんですよ。そうすると、俺だって昔はこんなじゃなかった、情けねえなって言ってました。一方動物は、動物ってねすごいんですよ。年を取ることを恐れませんし、年を取ることを嫌がりません。人間とは全然違いますね。でこれはなぜかというと、動物には比べる心がないからです。この比べる心って何かなっていうと、人間はよくほら隣の人の方がよく見えちゃったりするじゃないですか。だけど犬や猫は、あっちの飼い主さんお母さんが若くて綺麗でいいなとは絶対言わないわけですね。で、あっちの方がいいな、こっちの方がいいなという気持ちは全然ありません。で実はこれ横ではなくて縦方向にも言えることなんですね。動物にとっては昔はできたけど今はできない、それが残念だっていう気持ちはありません。昔はできたけど今はできないってこと分かってるんですよ。例えば猫ちゃんが昔は一発で冷蔵庫の上に乗れたのに、今は食卓の上を乗らないといけなくなった、それは分かってるんです。でもそれはそういう事実だけなんです。昔はできた、今はこういうふうにしかできない、でそれは2つの事実であって、その間をつないで、ああ残念だ、ああ情けないということは思いません。これが動物の比べない心というものなんですね。ちょっと面白いでしょ。では、飼い主さんの方としてはですね、このだんだんに年を取っていく動物と向かい合うときにどうしたらいいでしょう。まず皆さんがよくご存知なのがフードチェンジ、食べるものをですね、年齢に合わせて変えてあげなきゃいけないというのがありますね。でよくお店なんかに行くと、7歳からのとかフードに書いてあるの見たことありませんか。で今はなんか12歳からスーパーシニアっていうみたいじゃないですか。でなんかそういうようなフード売ってありますよね。でそうするとある時皆さん思うんですよ。あ、うちの子はってもうすぐ7歳のお誕生日だわ、じゃあ餌も変えなきゃいけないのかしら、ご飯も別のにしなきゃいけないのかしらと思う方いらっしゃると思うんです。ですけれども、これは何歳からシニアという線引きは決まっていません。どうやって決めるかというと、もちろん獣医さんの力を借りてもいいんだけれど、基本的には飼い主さんがよく観察してあげること、
これにつきます。シニアになると以前よりも寝ている時間が長くなります。そして運動量が減ってきます。そこに気がついたら飼い主さんはそこで、ああそろそろシニアなのかもしれないな、そしたらご飯も変えてあげなきゃいけないなと思ってほしいと思います。では年齢でビシッと切って、今日は7歳の誕生日、今日からあんたはシニアフードだということになると、まだまだ体力のあるアクティブな子の場合、困ったことが起こります。シニアのフードというのは基本的に運動量が少ない子を想定しています。というのはこれまで通りのご飯を食べていると運動量が減っているから太ってしまうんですね。太ってしまうと関節に負担になります。心臓にも負担になります。ですから一般に売られているシニアのフードは基本的にカロリーが低いです。そして消化能力が下がってきますので、消化にいいように高タンパクのものを避けています。それをアクティブな子にあげるとどうなるかというと、いくら食べても痩せていきます。そして筋肉が落ちていきます。そして見た目はどんどん年取っていって、飼い主さんね、場合によっては気がついてないんです。餌を変えたことでシニアが加速している場合が稀にあります。ですのでここはいつからがシニアかというのは、よくよく飼い主さんが見極めてあげてほしいところなんですね。で、できないことが増えてね、これ私にも覚えがあります。だってこの間までできたじゃん、頑張れよ、頑張ってよ、もう一息頑張ってジャンプして乗ってみろよみたいなことをよく言っちゃいました。でもそうやって無理強いして前と同じことをやらせようとする、そういう飼い主さんの気持ち、応援を通り越してですね、ちょっと動物にしんどいことになっている場合もあるので、できないことを飼い主さんも認めてあげて、できないなりのですね、環境づくり、これを考えてあげるようにしてあげてほしいと思います。で、見た目上ですね、だんだんできないことが増えていくのってちょっと寂しいじゃないですか。寂しいんだけど、動物の内面、気持ちですね、いろいろな経験値、これは死ぬ時まで増え続けます。ですから肉体的にできないことが増えてきたりしても、その中身の心は生きている限り必ず豊かにと少しずつ経験を積んでいきます。それは変わらないので、そこも覚えておいてください。さてここでですね、また動物福祉が出てきます。福祉の観点から動物のシニア動物のケアをちょっと考えてみましょう。病気とか怪我をした時には治療選択どうしますか、こういう病気なんですけども、飼い主さんとしてはどういう道を選択しますかっていう時に、飼い主さんはもちろんそれはもう一日でも長く生きてくれるようにできることは何でもやってくださいっておっしゃると思います。私も過去にそうでした。だから分かるんです。一日でも長く、とにかく一日でも長く。でもね、その陰にですね、動物がもし辛い思いをしていたら、それは動物の福祉に反することだと思います。だからワンランクもツーランクも上の飼い主さんになっていただくためには、治療選択の時に自分の気持ちも大事だけれども、動物がどう感じているか、そこをきちんと考えてあげられる、そういう飼い主さんになっていただけたらいいなと思います。その治療はしたい、だけど治療をすることでクオリティオブライフ、生活の質、これがもし下がるんだとしたら、どの地点で折り合いをつけるか、それを飼い主さんとしてよく考えてあげてください。もちろん痛いとか苦しいとか、そういうことは助けてあげないといけないですよね。痛くないようにしてあげてください。苦しくないようにしてあげてください。それはお医者さんに頼まなくてはいけないと思います。でも例えばね、抗がん治療なんか、最近は犬でも猫でもですね、抗がん治療なんかもしてもらえますけれども、副作用で食欲が果てしなくゼロに近づいてしまうとしたら、腫瘍は治るかもしれないけれども、美味しいおやつが食べられなくなるとしたら、これ飼い主さんの考えどころです。そこでどっちに向かうかをですね、ご家族で常に自分たちの気持ちもあるけれど、動物の幸せというのを視野に入れて選択してあげるようにしてください。結構難しい話ですこれ。でね、動物から言わせればね、病院は怖いとこなんですよ多分。
でお家にいたいんです。入院して誰にも会えなくなるのが嫌で、いつも飼い主さんの顔を見ていたいんです。だとしたら長期間入院させることと治療の質は下がるけれども家で過ごすこと、この2つを天秤にかけなきゃいけなくなることが出てくると思います。ですのでこれをですね、飼い主さんハードル高いけどやっていただきたいんだけど、その時に助けてくれるのは獣医さんだと思うんですね。でこの獣医さん、腕がいいとか値段が高いとか安いとか、まあ、いろんな判断基準がありますけれども、一番大事なのは飼い主さんと死生観、生きるとか死ぬとかということの意味のあり方ですね。ここが共通する獣医さんを見つけられると治療選択についての話し合いが同じ土俵でできると思います。ですから価値観ですね、価値観が一致する獣医さんを早めに見つけておくこと、これ飼い主さんの大きな責任だと思います。で獣医さんね、一番近いところに行ってますとか、友達に紹介されたからとか、先代からお世話になってるからとか、まあ、いろんな理由があると思います。でももし他の獣医さんも見てみたいなと思ったら、例えばワクチンだけ別の病院で受けてみるとかね。でいつもお腹の病院でこっちの病院にかかってるんだけど、皮膚のトラブルの時はこっちの病院みたいな使い分け、それでもいいのかなと思います。で全ては飼い主さん次第でですね、犬や猫は自分で病院に行けるわけではありませんので、で自覚症状も言えませんので、そのあたり飼い主さんがよく考えてあげてほしいと思います。そして看取りとペットロスです。いずれは動物が亡くなります、旅立っていきますね。それはとても辛いことです。辛いことなんだけど、でそういう辛いのも嫌だからもう飼わないっていう人もいるんだけど、それも分かるんですよ。分かるんだけど、逆だったら飼い主さんが先に亡くなって動物が後に残されたら、動物は死ぬ意味が分かりません。なんであの人は帰ってこないんだろうって思い続けます。忠犬ハチ公なんかの例がそうですね。外で亡くなって帰ってこないご主人をずっと待ち続けたじゃないですか。あの長い時間のストレスを動物に与えるのはちょっと気の毒です。まあ、やむを得ない場合がありますよ。そうなんですけれども、もし選択できるなら、まあ、それはね、できればさせたくない。飼い主さん辛いけど先に見送ってあげられることは、その逆に比べたら喜びであると、それをちょっと覚えておいていただきたいと思います。でね、ペットロスになりやすいってどういう人とか分かりますか？一生懸命心を砕いて全力で取り組んでしまった人ほど後悔しやすいんですね。あれで良かったのかな、本当にあれが最善だったのかな、ベストだったのかな、そこがペットロスなんですね。それをね、考えると本当に辛いと思う。だってその時点では A か B かすごく悩んで、じゃあ A にしようって決めたはずなんですよ。だけど動物が旅立った時にここまで戻ってB だったらどうだったろうって考え始めちゃうんですね。これがペットロスのあり方なんですね。なので正解は出てきません。何が最善だったかは分からないからです。でもそこに動物の福祉の観点を一つプラスすると、その時に動物はどうだっただろう、苦しい時間が少しでも短かったらそれは良しとしていいと思います。動物が最後までうちでお母さんの顔を毎日見て旅立つことができたのなら、入院させていればもっと高度な医療を受けられたかもしれないけれど、毎日お母さんの顔を見てたことの方がもしかしていいのかもしれません。だからベストというのは簡単には決められないことです。決められないけれど、もしペットロスでお辛い方にはですね、動物から見たら結構いい時間だったんじゃないの、そういうふうに思うことで人間の側が救われることもあります。もしお近くにですね、ペットロスで苦しむ方がいたらば、そういう観点で慰めてあげられるのもいいかなと思います。次ですね、テキスト次に進みます。3番目のケース、飼い主さんの高齢化、これ一言ではありません、私の問題ですけれども、これもですね、かつて30年ほど前に飼い主さんがいわゆる保健所ですね、今は愛護センターと言いますけれども、昔もう飼えなくなったからといって犬を持ってくる場合、飼い主持ち込みの理由のナンバーワンは30年前お引っ越しでした。引っ越しするんだけど引っ越し先はペット禁止だから、
だから連れていけないと言って捨てに来る人が一番多かった。30年後の今ですね、一番多いのは何だと思いますか？飼い主さんの体調不良です。そして表向き飼い主の体調不良になっているけれど、その実態は介護センターに実際に問い合わせてみました。高齢化です。飼い主さんは高齢になって入院するから、高齢になって施設に入るから、高齢になってお世話ができなくなったから、そういう理由で持ってこられるのがナンバーワンだそうです。他の理由はですね、家族にアレルギーが出た、あるいは離婚したのでどちらかが引き取るかが決まらない、そのあたりが昔とは全然様変わりしていますね。で、まあそれはね、年をとってね、散歩もまともにできないのに、猫砂なんか重いじゃないですか、それも買い物に行けないのに、それなのに動物と暮らしている高齢者が悪い、こう断罪するのは簡単です。でも多分ね、一人暮らしの方とかご高齢の方ほど動物との暮らしが必要なんじゃないかと思います。動物と暮らして大いに慰められて、そして同じ時間をシェアしてですね、幸せに暮らせる、これはどなたにとっても同じだけど、特に一人暮らしの方とかご高齢の方にとっては動物の存在が大きいです。だから飼い主が高齢になったら手放せよ、それをとても言うのは簡単だけど、そうはいかないと思うんですね。だとしたらどうやってその問題をクリアしていけばいいでしょうか。これはね、別に飼い主さんがご高齢でなくてもね、誰にでも言えることなんですけれども、後見人を決めておくことです。自分に何かあった時に、お世話が行き届かなくなった時にどうしたらいいかを、自分も動物も健康なうちに一度考えてみることです。現実には私は、同じ町内の私よりも10歳年上のご夫婦のワンちゃんの後見人になっています。このご夫婦に何かあった時、お子さんのいないご夫婦なんですね。で、何かあった時には私が彼らの犬の行き先を決めます。必ず私がそれを責任を持ってやりますよということ で、実はそれ保護団体からワンちゃんを譲ってもらう時にですね、その時点では飼い主さんそれほど高齢じゃなかったんですけれども、その保護団体は後見人を決めないと動物を譲渡してくれないところだったんですね。で、それでじゃあ私がやりますよということで後見人になったわけなんですけれども、そのようにですね、別に高齢でなくても動物を飼い始めるときに本当は貢献する人を決めておかないといけないんだと思います。これが新常識になってくれる、そういう日が来ることを願っています。これがあればですね、何かあったときにバタバタとして動物が宙に浮くということは少なくとももっとずっと減ると思うんですね。ね、さっきも言ったように、お年を召して長い時間を動物と一緒に暮らしていた人ほどやっぱり愛情も深いですからね、そういう人に動物を飼うなと言ってそれで片付けていい問題では絶対ないはずなんですね。もう明日は我が身です。私だってもうすぐ、あと10年もすれば散歩がちょっときついかなという年になると思います。それでも多分すごく動物好きだから絶対動物と暮らしていたいと思うんですよね。で、じゃあどういうふうにすれば、そういう必要な人のところに必要な動物がいるような環境を作れるかなということを自分なりにですね、いろいろと考えてみました。で、考えてみた結果ですね、例えばこれ未来の課題なんですけれどもね、例えばね、言葉は悪いんだけどペットシェアみたいな考え方、若いご夫婦が昼間は会社に行っています、お留守番が長くなるので犬も猫も飼えませんという方たちのために、朝晩のお散歩とか野菜やりはその若いご夫婦にやってもらって、昼間はね、同じ町内のご高齢の方が見ててくれるの。だから出勤前に、じゃあ今日もお願いしますって言って預けて、帰ってくる時に今日も楽しかったかいと言って引き取って帰るみたいなことが果たしてできるだろうか、そんなことを夢に見たりします。それは動物の気持ちとしてね、自分のうちがどこだか分からなくなるというのだったら困ります。だけどもし親しい人同士の間で動物もどっちのおうちも好きということになってもしくれたらですね、だったらそういうシェアみたいな形も成り立つんじゃないかなと思ったりします。
て、もう一つはですね、例えば日本全体でね、毎月第1土曜日は犬や猫を飼っている人が犬や猫と触れ合いたい高齢者のところに自分の動物を連れて会いに行く、そういう、なんだろう、なんとかデーみたいなやつがもしもできたりすると、自分で分かっていないけれども動物と触れ合う時間というのがご高齢の方にも持てるんじゃないか、そんなことを思ったりします。だから、年は誰でも取れます。だけど動物が好きな人はいつまでたっても動物と暮らしたいんだろうと思うんですね。そういうことを考えて何かシステム作りが将来的にできるといいなというふうに思っています。まあ、今すぐというわけにいかないかもしれませんけれども、例えば町田市に住む皆さんがですね、町田市独自のシステムでもいいです。何かそういう高齢者だからもう飼うのではなくて、高齢な方でも一人暮らしの方でもという受け皿みたいなものが作れる、そういうことができるといいなというふうに思います。知恵を絞ってみていただけないでしょうか。まあ、自分自身がまだ絞れていないので偉そうなこと言えないんですけれどもね。でそうするとこういう考え方をベースにしていくと、多分動物の福祉っていうのは人間も動物もどっちも幸せであること、そういう意味なんじゃないかなというふうに思えてきました。いかがでしょうか。人間だけが幸せでもダメ、動物だけが幸せでもダメ、人間も動物もどちらも同じように幸せ、これが私たちが、まあ、一飼い主として感じることができる動物の福祉ということの意味ではないかというふうに思います。まあ、以上がですね、私が動物の福祉ということをベースに考えてきたいざという時の乗り越え方、これをいくつかのケースに分けてお話ししてみました。